大明治の変は、天文20年8月28日から9月1日に、かけて起こった、須尾山口の戦国大名、大内義隆が、家臣の通ったかふさの謀反により自害させられた、政変である。この事件で、西国随一の戦国大名とまで称されていた、大内氏が、実質的に滅亡し、西国の支配構造は大きく変化した。天10年。 大内氏の三家の毛利氏を攻めた天子氏は敗れた。これを契機に、諏王の戦国大名である、大内義高が、大内家信団でも武功派である、東高府紗良の主導のもと、天文十一年に大軍を率いて、天子氏の本国、出雲国への遠征に臨んだが、合算と打城にこもって、徹底抗戦する、天子春久を攻めあぐねていた。ついには越年した、 天文12年2月に、大内軍は、総崩れとなり、大将、吉高は、巣王に敗走、おいで養子の大内春持に至っては敗走途中の、岩浦で、冷泉へ高戸用の使わした小舟に乗って本線に、移ろうとした瞬間に、小舟が覆って溺死するなど、大内方は散々な結果を迎えた。これにより、勢力の回復を図ろうとして活発化する天子氏に、 対して、秋、岩見、ビンゴなどでは、大内諸将や毛利元成らが対抗して、出陣するなど、慌ただしくなっていた。一方の吉高は、出雲遠征を主導した、東高ふさら武功派を、国政の中枢から遠ざけた。出雲での大敗が極端なまでの遠戦機運を、助長したばかりでなく、政務は、相良武藤らの文字派の側近を徴用し、吉高は、 政務から遠ざかり、学芸、茶会などに没頭、公家のような生活を送るようになり、国内知性さえ帰り見なくなった。さらには、多額の出費を賄うために、年貢の増長も行われ、土豪や、領民も増税に苦しむようになった。このため、大内家の主導権をめぐって、武功派の唐高房、内藤沖森らが、文字派の相良武臣を敵対視するようになった。 天文14年5月になると剣悪関係は深刻度を増し、竹津とむは停発をして吉高の側を去り、日後の本家を頼って下校した。高ふさらの巻き返しを受けての竹津とむら文治派の失脚の影響と言われる。しかし、天文17年には吉高の要請を受け、大内科に再出資した。 この頃、武前守五代である重臣の杉重則が不穏な動きをする高房について、吉高に進言したが、聞き入れられなかったとされる。天文18年2から5月に、大内氏と毛利氏の同盟を強化するための吉高の、計らいで、元成が息子たちを連れて、山口を訪れて、吉高に越見する。しかし、毛利に近づくための党の招きとも言われており、 高房の着難、等長房を通じて、密書のやり取りがあったとも言われる。また、この長期の滞在の間に高房と、吉川元春は義兄弟のちぎりを結んだ。天文19年になると、竹勤とと高房との対立が、決定的となり、竹勤暗殺まで図られるに至るが、事前に察知した竹勤は吉高に密告して、難を逃れた。しかし、 高房が無本を起こすという伝文が流れるまでになり、吉高の側近である、霊前高豊が吉高に高房の中札を、進言するほどだった。竹つとは、美貌で評判だった自分の娘を高房の子、長房に嫁がせることで和睦を図ろうとしたが、高房が、家柄の違いを理由に縁談を拒否したことから、遊和案は決裂した。8月24日付で高草は、 毛利元成、竜玄宛と、吉川元春宛に二通の密書を書き送り、杉谷内藤と相談し、吉高を廃止、義村に後目を継がせたいとして、協力を求めているのが、高房が謀反を示す、最初の資料とされる。また、元成を通じて、高房の意向は、天野高静綱など他の秋国人にも伝えられており、高房への協力の見返りに所領を与えることが、 約束されていた。9月15日に、人とき神社、今八万宮で行われた霊祭での参詣を、吉高は急遽欠席し、宇田隆二を大賛させた。これは、高ふさが、吉高、竹つとむを遊兵するという噂で、吉高側が警戒したものと考えられている。翌16日に吉高は高ふさを呼び出して、質問するが、高ふさは無実を主張した。 他方、竹勤は、同日に再び大内科から出本し、岩見の吉見正よりのとに逃げていた。11月下旬より高房は、病気と称して、居城和歌山城にこもり、年が明けた2月の治む2月会おと役の務めも、果たさなかった。この時、吉高も、高房らの無本を恐れて自ら甲冑をつけて巨漢に、立てこもり、 さらに高房に喫問紙を送るなどしたことから、吉高と高房の中は最悪の事態を迎えた。天文20年1月、出本していた竹勤とむが、畜前守護大の杉教運によって、身柄を確保された。この一連の騒動で、吉高から責任を追求されることを恐れた竹勤とむは、相良武氏人物史上において弁明し、当高ふに、 無本の疑いがあると主張したのは、杉重則である。しかし、その中心が受け入れられなかった重則は、残疎を自分がしたとすり替えて、高房に近づき、対立していたはずの高房に寝返った。両名は、内藤沖森と共に何か格索しているという根も葉も、ない残疎を行った。つまり、高房が無本を起こそうとしており、 その対立が生じた責任を、杉重則一人に押し付けて、自らには、責任がないと申し立てたのである。どちらかというと、吉高養護派であった重則が高房の謀反に、協力するようになったのは、高房を疑わない吉高に失望したとも、相良武士任務を市場で残訴されたことを知ったから、と申される。4月、吉高は、武つとむを王に連れ戻して出資させた。 それに対抗するように高房らは、翌5月、大友義重の異母帝、大友春栄を、大内新党主として擁立する旨に協力を願う、密使を、大友氏に送る。北九州における、大内領の利権を割上する代わりに、晴れ栄をもらい受けることで、晴れ栄の快諾と義重の許諾を得ている。8月10日、竹勤とむは高房を恐れて、 大内家から三度目の出本をして、筑前に逃走する。八月二十日、高房は、京森らと共に挙兵した。当軍は、最初に、東の五福島の新寮と桜尾城を接収、こうして出陣した毛利軍も、佐藤銀山城や近隣地域を接収して、山陽道の要所を抑えた。八月二十八日に、和歌山城から出陣した当軍は、 高房率いる本隊が、徳寺口から、東下神の枝さへ、宮川傍町率いる別動隊が、豊富口から山口に進行した。山口に入ったのは同日正午頃で、杉、内藤の軍勢も高応して、東軍の陣営に馳せ参じた。東軍は、兵力五千から一万と言われる。これに対して、吉高の対応は、非常に鈍かった。十三日には、 当軍の山口信仰の噂で騒然としていたとされるが、文豪大友氏からの使者等を接待する支援を続けており、高房出陣前日の27日には農工業を行っていた。高豊は杉重則邸への打ち入りを提案するが、吉高は杉と内藤は敵にはならないだろうと答えたと伝わる。高草の振興を伝える中心が届いて、ようやく吉高は、 大内市間、月山間を出て、多少でも防戦に、有利な山麓の宝泉寺に退く。本堂に本陣を置き、学の観音堂、元麦木寺山などを、高戸与が固めたとされるが、一緒に逃亡した釘たちや金樹らを除けば、吉高に味方した重心は高戸くらいであり、兵力も二千から三千人ほどしか集まらなかった。組織的な抵抗も、ほとんどできず、 空となった大内士官や周辺の近親邸は火をかけられたり宝物を略取されたりした。全関白の二条陰謀は共査官に死者を送り、吉高は隠居して偽尊を当主とするという和睦圧戦を懇願するが拒否されている。宝泉寺の吉高軍は逃亡兵が相次いだことから翌29日には山口を放棄して長門に逃亡。 宝泉寺には、唐高安が、殿として残って内寺にしている。なお、形質の押さの方は、山口宮野の妙記事に逃れた。大明寺の、姿見の池と、兜掛けの岩、霊勢高豊が自害したとされる、大明寺の胸蔵跡吉高は、足を痛めながらも妙朝には、長と仙崎にたどり着き、回路で遠赤に当たる岩見の吉見正頼のもとを、頼って、 脱出を図ったが、暴風雨のために逃れることができなかった。引き返した、吉高らは、長と深川の大明寺に籠もり、高豊らと共に海名を授かると、9月1日の10時頃に、自害した。高豊は、吉高の解釈を務めた後、当軍の中に突撃して、討ち死にをしたと伝えられる。また、吉高の着難義村も、従者と共に逃亡するが、 二日に東方の追手によって捕らえられ、現在の田原山温泉家安田にある浅良観音の奥で殺害された。また、三男の大内勘寿丸は女装して山中に隠れて生活していたが、翌年に捕らえられ同じく浅良観音の奥で殺害された。ただし、吉高の次男である、戸板企画丸は、母方の祖父が内藤沖森の孫ということもあり除名された。 さらに、吉高を頼って経営より下校していた二条陰謀や前、左大臣三条木により、そして経営室を祭の父官無課小月いじらの区下も、殺害された。吉高には、家中や、領民の動向が見抜けず、苦行的生活を尊んだ、中央志向の姿勢を貫くため、国情を無視して、臨時会帰を増したことが、悲劇につながったとされている。相良武忍と、 武ケをかくまっていた杉教雲ら吉高派は、高房が築前に送り出した、野上房忠の軍勢により、花尾城で攻め殺された。武ケの首は、高房によって、山口でさらされた。九月四日、元成は、東西城の大内領に兵を進め、吉高派の平賀高志保が籠もる頭先城を攻めた。竜田もは、 頭先城から逃亡して、土山城の姿先進の元に入った。元成は、吉川、小早川、獅子虎と共に軍勢四戦で土山城を攻め、十一日に降伏させた。十月、当氏と隕石関係にあった岩見七尾城主の増田富士県が、吉高方の吉見正よりを攻撃。しかし、吉見氏の四条の塗料山城攻めは、吉見家臣。 下瀬頼貞の防戦により失敗した。また、相良武二人の子である虎を捕らえて殺害している。天文二十一年一月に高房は、杉重則を、長と万草の長考寺で自害に追い込む。これは、重則が吉高に、高房を残訴していたことを知ったためと言われている。同年三月には、大友春江を山口に迎えた。 新たな大内科当首として、家督を継がせた、晴レを、大内義長と改名させると、高草自らも新たな主君、晴レ忠誠を誓う証として、晴方へと改名。こうして、晴方は議長を、九月の当首として、大内家の実権を掌握した。と、高草らが謀反を起こした理由については、以下の点が指摘されている。ありがとうございます。